フェデックスセント柔道招待2日目、16日、TTC サウスウィンド、米国、7243ヤードパー70。米国男子ツアーのプレイオフシリーズ初戦は2日目のプレイが進行中。日本勢でただ一人トップ70の戦いに挑んでいる松山秀樹は7バーディ1ボギーの、64と伸ばし、トータル11アンダーの暫定首位でホールアウトした。 パリ五輪で銅メダルを獲得し、1週間空いてんでいる今大会。年間王者を決める3試合の第一戦は初日の65に続きこの日もスコアを大きく伸ばした。前週には窃盗事件にあうアクシデントもありながら、会長に上位争いを演じており、3日目以降のチャージにも期待がかかる。松山と同じく首位体にデニー・マッカーシー、米国、サム・バーンズ、米国、 ラトータル10アンダーで続く。パリキンメダリストのスコッティ・シェフラー、米国、はトータル9アンダー。今季メジャー2勝のザンダーシャウフェレ、米国、ラトータル6アンダーで残り1ホールとなっている。プレイオフシリーズは、優勝2000プラチナなど順位ポイントが通常大会の4倍に設定され、まず今大会終了時点のランク50位までの選手が次戦に出場。 そこから最終戦ツアー選手権でさらに30名まで絞り込まれる。最終戦で一度ポイントがリセットされ、ポイントランク1位は10アンダー、2位は8アンダーからスタートするハンディキャップ方式が採用される。そして同大会を制した選手が年間王者に輝き、2500万ドル、約36億6676万円のボーナスを手にする。ゴルフ情報アルバネット。